それはこの世で見てきたすべてをまた凌駕しているのか。やり場のない強い憤りに湧き立つ手足は震えているままにならない本当は煙が立つほど繰り返し記憶の映写機にかかってる忘れたいものだってあるのに聖域を守るとかそんな大層なもんじゃない。なんか許せなくて溢れ出す感情を抑えてるばかりじゃ全て錆びつきそうだ。何のために戦うのを周りすべてと対峙して殴り合って生きているその拳を貫く場所を今日も探して沈んで一人眠りにつく。ああそんな毎日の繰り返しなんだろうねえ、そうなんだろう。未だ知らない遠い未来にさえ影を落としているのはあの日どこにいた日々の隙間に笑って飲み込んだ心の奥冷たく光る記憶は時を渡ってきた今も真紅の胸元に刺さってる時々傷んだりするか奇跡を願うほかチャンスはないって気づいてる。それでもことさらに平成を装って引きつった頬の向こうに拳をかざす。何を自信に戦うのか力の裏付けなど大してさありもしないまま生きている。ボロボロになって逃げ込め場所を今日も探して沈んで一人眠りにつく。ああ
怖さ拭い去ることの繰り返しなんだろうね。そうなんだろう。何のために戦うのか、周りすべてと対峙して殴り合って生きている。その拳を貫く場所を今日も探して沈んで一人眠りにつく。ああそんな毎日の繰り返しなんだろうねえ、そうなんだろう。ありがとうございます。では続けてもう一曲、今度はカバーをお届けしたいと思います。懐かしい痛みだわ、ずっと前に忘れていた。でもあなたを見たとき、時間だけ後戻りしたの。幸せと聞かないで嘘つくのは上手じゃない。友達ならいるけど、あんなに燃え上がれなくて失った夢だけが美しく見えるのはなぜかしら。過ぎ去った優しさも今は甘い記憶、 Sweet Memory。 Don't kiss me baby, we can never be sooner and more painFreedom hug me again. I have spent so many nights thinking of you, longing for your touch. I have loved you so much. あの頃は若すぎて若すぎていたずらに傷つけ合った二人、色褪せた悲しみも今は
失った夢だけが美しく見えるのはなぜかしら。過ぎ去った優しさも今は改めましてこんばんは、白石智と申します。よろしくお願いします。はい、ですね、まあ、のっけから、ちょっと2曲歌わせていただいたんですが、1曲目はオリジナルでファイティングスピリットと言いまして、よくこういうグローブつけて、いまだになんかどうやって動かしてるか分かんなくてやってるんですけど、グローブつけてオリジナルでやらせていただいて、2曲目はまあまあ皆さんご存知のスイートメモリーズということで、いつも、早苗さんピアノをやっていただいてるんですが、いつもは何も喋らず、ピアノだけをですね黙々とやっていただいてるんですが、ちょっとねたまには違った思考ということで、スイートメモリーズ、僕は英語が苦手だからというのもあるんかもしれないですが、ちょっと歌っていただけませんかということで、ちょっと今回は特別に、デュオというかね、そんな感じでお届けしました。はい、でですね、そうですね、本日のイベントテーマですねが、カトレアの花をあなたにということで、なんかね、今日の誕生花、誕生日の花っていうんですかね、今日の花みたいなもんですかね、がカトレアということ で僕はそんなにカトレアって馴染みが実はなくても、どんな花かなっていうのをネットで調べたぐらいなんですけど、ちょうどね、この今ちょっとかかってますけど、オリビアを聴きながらで出てくるんでね、それだけちょっと知ってて、この曲をちょっと聴いていただこうかと。誕生日にはカトレアを忘れない、優しい人だったみたいけれど、おしまい。夜更けの電話、あなたでしょ。話すことなど何もない。 Making good things better、 愛は消えたのよ。二度とかけてこないで。疲れ果てたあなた、私の幻を愛したの。という感じで、ありがとうございます。あくまで MC なんですがでカトレアの花ということ でちょっと今ふと思い出したんですけど、どれぐらい分かる方いらっしゃるか分かんないですけど、昔ね、クイズ年の差なんてっていうね、クイズ番組がありまして、桂三枝さんと誰かの山田邦子さんが司会だったかな、ありまして、でね、その当時確か、あれ、いや、なんかアダルトチームとヤングチームに分かれてて、で若い人の流行ってるものをこう若い
この世代から問題が出るんですね。でそれの問題で確かねこの歌は出てて、なんだっけな、ジャスミンティーのとこかな、 なんか眠り誘う薬ってジャスミンティーのとこがこう虫食いになってて、これ何でしょうっていうなんか問題が出たのがあって、でそれを思うとね、その当時の若者だったので、もう何年前かそのクイズ番組分かんないですけど、もうね相当相当昔の曲にもうなってしまいましたがね、時代の流れとは早いものでなんですけど、僕もね結構この曲学生時代とか、特に一緒に行った女の子とかがねこう熱唱したら、おおなんかすごいじゃんみたいなのの、まあ、定番の曲になってたかなというふうに思いますが、はい、まあそれぐらい今カトリオは何も知らないということなんですけどね、はい、なので、今日はですね私、まあ私事ではございますけども、歌い納め、年内歌い納めということで、最後までね、頑張っていきたいと思いますので、どうかお付き合いのほどよろしくお願いします。はい、じゃあ、ですね、続けまして、3曲ほど続けて聴いていただこうと思いますので、お願いします。遠い旅路で失くした宝の地図に書いていたこの場所で、あの時枯れてしまわないでよかったな、乾いた土に根を張ってけなげに息づいてた、忘れ去りたくなくて、うつむき加減で一人ぽつぽつ歩く、そんなありふれた道の上に転がってしまった、立ち止まって見上げる僕の頭上で弾けるよ鬼先乱れて、遠い旅路でなくした宝の地図に書いていたこの場所で、すぐそばに君がいるから、こんなにも愛しい、愛してる、そんな言葉だけでは足りない、誰が予想をしただろう、眠くなるほど暖かい時間に包まれ、そっとな
空高い雲を見つめてる。微笑みを少し乗せた、あくびしながら。それはありふれた日常に嫌がって埋もれてゆく。何気なく手を伸ばして探るけれど、もうどこにも触れられずに。いつか居場所をなくしてふらつきさまよい歩く日が来るとしても、今そばに君がいるならもう何もいらないよ。壊れるほどを強く抱きしめても、この場所ですぐそばに君がいるから、こんなにも愛しい。愛してる、そんな言葉だけでは続けてもう一曲いきます。ちなみに今の曲はあと少しそばにいてという曲なんですが、アレンジの方を、松本飛鳥さんという、ね、プロのピアニストさんの方には無理言ってどうか作ってくださいってお願いしまして、アレンジの方をやっていただいたんですが、松本飛鳥さん と、お姉さんで松本さやかさん、まあ、両方とも結婚されてお名前変わられたんですが、お姉さんもいらしてですね、Facebook でつながってよくやり取りしてるので、いつかお姉さんにも一曲、アレンジしてもらってね、松本姉妹のアレンジしたやつですなんて、ね、歌える日が来るといいなと思って、もう余裕で言いましたね。はい、じゃあ次言います。はい。
時の孤独さも忘れられた。寒い夜には凍える私をそっと包んでくれた。辛いこともたくさんあったけど、思い出はいつも楽しくて、何から伝えればいいのかわからないけど、運命に導かれたから離れてく二人が、声も聞こえない。愛せないわけなど何一つなかった。森の奥へ逃げるように迷いながら歩き続けた。こんな時代に出会った二人がずっと隠れてるわけにはいかない。時が流れても私はあなたに何もしてあげられなかった。今の私には自由くらいしか渡すべき贈り物はないのを、離れてく二人に涙が問いかける。愛せないわけなど何一つなかった。離れてく二人が声も聞こえない。愛せないわけなど何一つなかった。愛せないわけなどを。ありがとうございます。ではもう一曲続けていきたいと思います。
次の曲は冬場にしか歌わないんで、そうですね、10月、11月、12月、1月、2月ぐらいの間だけ歌う曲なんですが、もう一曲お届けします。ことなくずっと見つめていられる。時折覗く天然さが好き、子供みたいに照れるから、意味にならない泣き声も二人だけのあいつになっている。朝目覚める時も甘える時もごめんなさいを言う時も、そんな君にリンクしたページのすべてをモノクロに変えていくのは、あの日君が投げかけた眼差しにもう何も言えなくなる。ただコロコロ笑って欲しいがために僕は夢中でふざける。時々辛く落ち込んだ君の救いになるといいのにな。操車場にかかる橋の上を二人並んで話し歩いている。いつも僕の左手を塞いでいる小さな右手。おどけ笑いする君を捉えた思い出の輪郭がかすれ消えゆくのは、あの日溢れ出る涙がキラキラと光って、もう何も見えなくなる。そんな君にリンクしたページのすべてをモノクロに変えていくのは、あの日君が投げかけた眼差しにもう何も言えなくなる。
あの日の君の影が時の流れに埋もれて、もう何も見えなくなる。ありがとうございます、3曲続けて聴いていただきました。そうですね、あまりもう時間がないので告知をちょっとだけ、あの後ろの方に一番向こうかな、CD の方真ん中かな、ですね、私が映ってませんで、なんか女の子が白いブラウスワンピースかなになんか帽子かぶって木をこうやって見つめてるやつ、あれ私の CD です。あの中身は私が歌ってますが、特にお題はいただいておりませんので、あの今日歌った曲とかも入ってるものも入ってないものもありますけども、あのもしよろしければ手に取っていただいて、あのお持ち帰りいただければと、ジャケット2種類あるんですが、どちらも中身は一緒で片方は、イラストになってますんで、というのが一つと、あとまあ、一応今日歌い納めということで、ちょっとね、あの今年も1年いろいろと、ミヤカフェを中心に、遠くはどこだ、旭川とか、神戸まで歌に行かせていただきまして、ね、もう本当に30年ぶりに会った友達とかね、結構あのいろんな再会もありまして、嬉しい出会いを今年もいろいろさせていただきました。とても充実した1年だったんですけども、また来年ね、で、あの僕いつも1月2月とかはもうしんどいんで、あの正月休みの後でねだらっとしてるんで、あのライブしないんですけど、今年とか来年かはあの1月も2月もライブしまして、あの1月9日はあのエコダマーキーさん、もうかなり老舗の箱ですけども、ちょっとやらせていただくことになりましたんで、1月9日金曜日の夜なんで、まあもしねエコダの近くでなんか通ってふと思い出していただけたら寄っていただけたらなぐらいですけども、はい、では、ラストですね、ちょっとまあ、しっとりした曲が続きましたんで、ラストに、ふさわしい曲をということで、最後に1曲、送り出したいと思いますんで、よろしくお願いします。できた細い道、持ち寄った段ボール張り合わせて、僕らだけの砦を築こう。雨が降るたびに心配で、駆けつけた集めた剣と石つぶてで戦う準備も万端さ、レンゲソを裂くあぜ道の上で、また明日ね、また遊ぼう。うおおお、マンホールのベースへと力込めて投げ込まれたボールを睨みつけ、狙うのはいつだって土手の遥か遠く、大振りしてバットが空を切る。 S との死闘はボールが見えなくなるまで続いて、電信棒に火が灯れば、それがゲーム性へとの合図。宵闇迫る茶畑を抜けて、また明日ね、また遊ぼう。ウォーウォー、また次も見ようね、月
食の夜こぼれそうな星と満月の下で交わした遠い約束果たせないままで大人になった僕たちでもあの日遊んだ遠い記憶その小さなかけら探しに履き慣れた靴引っ掛けて行こうかまた会おうよまた会おうねまた会おうよまた会おうねウォー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 Whoa, whoa, that's, that's, that. ありがとうございます。では今日、歌も歌っていただきましてパートナーを務めてもらいましたピアノ早苗そして私、ボーカル白石智乃でした。ありがとうございました。